905-0から、うん、905-0から、はい、前回、作ったサンプルの他に、うん、続いて作ったのが、はい、905-0、9028、はい、それと現行品の3種類、うん、それを、同様にステンレススプーンに流し込んで、その上から、フィルムをかけて、うん、じゃあこのところ、あ、フィルムの説明してたからさ、はい、もう一度こっちちょっと明るく照らして、はい、どうぞ、うん、で、はい、使ったフィルムがこれですね、うん、はい、あ、これが1/100、はい、はい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 、そうですね、 0.06mm の、うん、0.06mm ね、はいはい、フィルムを使って、うん、フィルムをかぶせて、で硬化させたものを今回作りました、うん、はい、でちょっといじってみて、そのフィルム、うん、こんな感じですね、うん、はい、やっぱ手触り感はあの普通のビニール袋よりちょっと厚め、少し厚めですよ、でもそれはあんまりあれだよね、はい、100分の6のフィルムはあの汎用で使ってないよね、あんまりね、汎用では使ってないですね、汎用のはやっぱり100分の3、それか100分の8だよね、はい、どっちかだよね、うん、まあ、市販のゴミ袋よりもかなり厚めの、ああ、はい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 、そうだね、とじゃあこれの、はい、見本流したやつ、はいはい、じゃあそれがこちらになります、あ、これね、はい、はい、これが9050です、はい、9050ね、はい、はい、9050、はい、これが9050が2つ、はい、はい、で1つが、雰囲気温度50度以上で、あ、これが雰囲気温度50、はい、はい、でもう一つが常温の23度、はい、雰囲気温度50度は炉内ってことね、炉内ですね、はい、炉内で固めたものと、はい、常温で固めたもの、はい、これが常温、それが炉内で固めた、あ、これが炉内ね、はい、もう一つの方が常温です、これが常温ね、はい、はい、まあ固めてみた感じ、うん、今フィルムかけて固めてみた感じ、結構真っ平らにできていいかなというふうに私は思いますね、うん、そうだね、うん、はいはいはい、これをずっと以前に、はい、サイトでウェブサイトで上げたんだけど、はい、その時は未発売品の硬化剤で、GM9000 番、はい、で、固めたもの、ボタンの、はい、光沢のある、うん、テカリ感のある光沢のある、材料、はい、黒と、黒っていうのは R の570、それとレッドの510、はい、の光沢感、テカリのあるボタンで、固めた材料のパターンがよくよく考えると最終的にこの9050のフィニッシングの姿と同一だっていうのは確認できたっていうのは意味があるよね、当時試作品だったものの完成したものがこれっていうことですよね、はい、分かりやすく言うと、はい、端的に言うとそうです、そういうことですよね、うん、失礼しました、はい、いえいえどうもあれ見直して、はい、やっぱ光沢が出て、テカリが出て、引けがなくて、で蛍光灯をまっすぐ映る、あの時蛍光灯まっすぐ映ってたから、映ってましたね、うん、であれもね結構大変だったって言えば大変だったんだよね、うん、うん、っていうのはやっぱ金属は熱奪うから、で長年あの金属に色入れとか流し込みやったものは収縮が出ちゃうと、うん、収縮が接着固定の反力のベクトルで働くからやっぱり接着力落ちるんだよね、うん、だから接着力が落ちないで光沢が出て
アミンブラッシングが全くなくてっていうのはやっぱそれなりに難易度は高いような気がする。で普通どうやってるかっていうとよく聞く話は一旦固めたものを表面光沢にするんだよ、うん、磨きで、磨きでポリッシングで、あ、うん、とそのポリッシングはもうちっちゃいやつだったら構わないんだけど、フォーミュラカーとかああいう、うん、ある程度カウリングなんかの手のひらサイズとは違って大物をするときは、はい、まあ、鳥人間のプロペラもそうなんだけど、はい、ポリッシングはやっぱ相当時間と労力がかかるみたい、うんうん、で銀座でね磨きだけの講義受けたことあるの、講習会、はい、でその時は磨きだけで2日間ぐらいね講習やってた、うん、だからまあ、研磨剤とか磨き方とか、はい、そういうのもあるんだけどやっぱ磨きにかける労力はそれなりにノウハウと大変さもあるみたいでね、実際あんまり現場は見れないんだけど、はい、群馬なんかは金型のさ生産地帯なんだよ、一大生産地帯だから磨きだけでね何十人も磨き職人さんを雇ってる会社もあるの。そうすると多分だよ一年中ね磨きだけやってるの何十人も、うん、で結構工業製品とか産業品でもさ黒光りしたプラスチックなんかあるでしょ。あります。あれさメッキじゃないんだよ。金型の、はい、磨きの金型なんだよ。そうすると黒光りのこういう光沢の、うん、まあ、材料もあるよ、はい、マンセル値がさ真っ黒のところでそういう材料を使ってやっぱりねもうびっくりがの表面光沢の、はい、金型表面で要するにサブミクロンのそういうのでやってるんだよね、はい、うんうん、でそういうのはやっぱ大変なんだよね。だからこの、うん、で話それちゃったけど、はい、その磨きでもこのリングとか指輪とかの磨きは、はい、やっぱりね一生懸命ポリッシングするみたい、うんうん、話聞いてるとだからそれをこの流し込んでやっぱ表面光沢で作るっていうのはそれなりのやっぱりノウハウなんじゃねえのかなっていう気がする、はい、うん、でどうすればいいのかっていうのは案は 何案か正直言って持ってる、うん、だからそういう方法で多分トライアンドエラーで試ししてやると、はい、こういう表面光沢度合いは、はい、再現性はあるような気は僕はしてんだけどね。でさ常にさこういう表面光沢で、はい、取れないと意味ないじゃんね。で、そうですね、表面光沢が出ていて歪みがないってことはさトランスレートの透明の材料を色入れしても、はい、変色が少なくてやっぱり透明度合いがクリア感があって、うん、要するにクリスタルガラスみたいな色入れができる可能性があるんじゃないのかなって思ってるわけ、うん、でできればそういう面で接着金属にステンレスでもニッケルクロームでも硬い彫刻でも接着して固定して縮みが少なくて、つるっとした表面ができてるっていうのはさその後また加工も可能だろうなと、なし地でも脂肪でもさヘアラインでもさできるんだろうなっていうふうに思うわけ、うん、以上。はい、はい、これはそれでこれね9050ね、はい、はい、OK。
続きまして、これ9028です、うん、9028、はい、これも同様に、表面にフィルムをかけたパターンです。ああ、フィルムがかかった9028ね、はい、で短いタイプね、ポットライフのね、うん、で9028は発熱温度が高いために、うん、そうだよね、室温50度以上 で固めてしまうと、うん、泡吹くができてしまうんで、これは常温だけで固めました。ああ、そういうことね、はい。あ、なんでじゃあこの4本とか3本あるだけ、今あるだけね、はい、9028はね、はい、はい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 、ではもう1本は送ってるわけね。もう1本は送ってある、はいはい、じゃあ、はい、実際に使う人は9028のこのスプーンで固めたテスト品は見てるわけだ、はい、すでに見てる、すでに見てるわけね、うん、見ていますね、はいはいはい、動画では初めての登場です。あ、動画では初めてね、はい、はいはい、じゃあ1個めくっていい？あ、真ん中とこっちが、これもすでにめくれちゃってる。あ、これめくれてるわけね、はい、はいはいはい、じゃあ実際の面はこの面が出てるわけだ、はい、はいはいはい、じゃあ手に取って見る人もこの面を見てるわけだ。見てますね、うんうん、あ、やっぱツルツルだね。ですね、うん、うん、9050と比べると9028の方が明らかにツルツルに仕上がってますね。あ、そう、あ、本当だ、はい、あ、9028ね、触ってみると、はいはい、違いが結構わかります、うん、9028と50は、うん、あ、本当だ、あ、ザラザラ感がやっぱり、そうですね、うん、あ、なんかツルツルじゃんね。ですね、9050と比べると、うん、9050と比べると、やっぱこの硬さ、硬度、はい、うんうん、がちょっと違うよね。あ、でもこれ常温だけだね。それ常温です、うん、こっち本当だったらこっちで、あ、うん、あ、でもこれが常温だもんね。常温同士なので、常温同士だもんね、常温同士で比べたら、うん、9028の方がツルツル。あ、そうだね、常温同士だったら、はい、これ9028、うん、やっぱりさ、なんていうの、硬さ表面の、はい、うん、高度計でだから見る必要があると思うんだけど、うんうん、この硬さとか要するにぬめり感、はい、うん、は格段に違うよ。違いますね、うん、9028のこのぬめり感、つるっとした感じ、はい、試食感想じゃないけど、うん、触れた感じは、はい、こっちがさ9028が普通に感じるよ。こっちはさ、うん、ちょっとベタじゃないけど、そうですね、うん、こっちはちょっとさ滑り抵抗みたいなのが格段に違うよ、うん、感じますね、うんうん、9050、やっぱこの抵抗値、滑り感、滑り抵抗感はやっぱ9028格段にいいよね。そうですね、うん、常温で比べた場合は、うん、まあ、9028ですけど、うん、室温で、うん、これが空気温度50で固めた場合は、うん、まあ、50と28はいい勝負かな。ああ、そうだね、うん、これは9050の、表面状態の、はい、手で触れた試食の滑り、うん、抵抗感、はい、あ、やっぱり9050使うんだったら、うん、フィニッシング含めて、はい、このやっぱり、うん、ね、滑りぬめり感がないと、はい、うん、普通じゃないよね。これだったら、ジュエリーとかさ、はい、うん、に触れてる感じとあんまり変わんないもんね。変わんないですね、うん、あ、やっぱりこれ加熱フィニッシングしないと、うん、よくないよね、うん、これだったら普通だよ。明らかにあれですね、うん、熱処理した方が、うん、うん、仕上がりはいいですね。そうだね、9050は、うん、うん、なるほど。だったらなんとか この辺ぐらいまで行けばなんとか、はい、チャレンジして、うん、この辺で、この辺っていうのは9050の、はい、加熱処理を、うん、フィニッシングにしたものと、はい、9028の常温だけで固めたもの、うん、だから9028の常温で固めただけのものを加熱処理すると、はい、うん、もうちょっとつ欲が出てくるよね。そうですね、もう少し、うん、
仕上がりを良くしたいっていう仕上がりをね、うん、ありますね、うん、あるね。おう、これはでもいいよね。うん、いいっていうかこれが普通になれば、はい、まあある程度納得感が得られるよね。うん、了解。はい、で今回これだけだっけ。一応最後に、うん、あの現行品のブラックですね、うん、あ現行品ね、はい、はい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 、これがあの今やってるブラックですよと、はい、はいはいはい、現行品ね、はい、の、まあ、同じようにあの雰囲気温度50と常温の2種類、うん、あこれね、はい、はいはいはい、これが常温とこれが常温ね、はい、はい、こっちが常温で現行品のこっちが現行品の常温、はい、でこっちが現行品の50度、はい、はいはいはい、あやっぱいいね、うん、テカリ感もいいね、いいですね現行品も、うん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 、現行品悪くないね、うん、あとは透明感がトランスレートのクリアで出るかどうかっていうところだね、はい、うん、うん、いいね、うん、でこっちはあこっちは少しの量ね、あそれはフィルムかけた時にあの液体が外側に漏れちゃって、あそういうことね、いうパターンかもしれない、はい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 、おなんかこれで不満ある、いや特にないですね現行品ブラックに関しては。そうだね現行品ブラックに関しては、はい、常温で流したものも高温で50度 C でキュアしたものも、はい、特にあの抵抗があるつあれでもないよね。ないですね、うん、でも光沢感はやっぱ9028のこあの光り方、はい、の方が僕はベストのような気がするね。そうですね、うん、うん、2850、うん、うん、まあどれもいい勝負なんですけどね、うん、そうだね、はい、あとはまああその見方だね、うん、でも悪くはないねこのテカリ感ね、うん、で常温で固めたものも、はい、高温でキュアしたものもそこそこ出てるっていう、うん、まあまあ納得感が得られるっていう意味ではあの悪くはないよね。悪くないですね。悩むとこだね、うん、まああとはどの製品の作業時間がいいかっていうところです、ね、ああそうだね、作業時間と性能のこのバランスだもんね、うん、結局ね、このエポキシ使った上での、はい、物性と作業時間、これのバランスだもんね。紹介した3種類どれも、うん、混ぜ合わせた後の作業時間が異なるので、うんうん、そうだね、うん、作業を長くしたいんだったら長い作業の中だったら9050が急がなくていいっていう、急ぎだったら28とか現行品とか、うん、そのパターンになりますよ、ね、うん、そうだね、うん、実験してる当人とすると一押しはどれ。9050ですね。やっぱり混ぜ合わせた後もゆったりとあの作業できるので、うん、何か不足した時にでも、うん、まあ、それを準備し直して作業再開できる、うん、あそういうことか、ええ、そうするとそれは今言ったサンプルの中でどれだってこと。これが28だから、うん、まあ、これですよね。9050これか、9050か、9050の加熱したやつ、フィニッシング、あこれか、はい、常温だけだとちょっと、うん、この抵抗感が摩擦抵抗がちょっと指で先で感じられるって、皮膚で、はい、うん、これだと、うん、あれだもんね、この平滑感はやっぱあるもんね、うん、これはこれでね、うん、まだ9050だったら泡抜けがいいので、ああ泡切れがね、ええ、はいはいはい、基本的に、はいはい、泡が残ってるっていうことがほとんどない、うんうん、9050だったら、うん、はいはいはい、ということも踏まえると、まあ、9050かなって。ああそういうことね、はい、現行品は泡抜けが悪いとかいいとかいうのもあるってこと、感じられるってこと。現行品9028のパターンだと、うん、まあ、それが見受けられることがちょっとあるかな、うんうんうん、そういうことね、うん、ちょっと危険度があるよと、
ええ、もうすでにあのこの現行品の出てるんですけれども、うん、あのああそういうことね、ええ、ああそういうことね、泡が出てる、はいはいはい、泡が出てるね、はい、はい、これがね9028がね、はい、こういうあのロットブレが発生するよと、はい、そうです、生産した時にあの量産した時にあの泡があるのとないのと、うん、そのばらつきがありますよと、9028はね、現行品とか現行品はね可能性がありますよとっていうことが起こりうる可能性がある、うん、だから、うん、ばらつきを少なくさせるんであれば、あ9050で、はい、加熱処理した方が無難ですよっつパターン、そうですね、はいはいはい、あそれはとにも直さず、うん、ウェブで上げてる赤と510と570の、うん、あのボタンの未完成品、はい、光沢が出てる、うん、鉛筆のあの 0.5 の、はい、芯と比べてるあの蛍光灯が映るあれとフィックスしますよと、うんうん、いうパターンだね、はい、うん、あとはトランスレートの透明の、もので最終的に、うん、あの透明品もさ、はい、取材で使うから、僕なんで透明品使う意味合いがどんだけあるのかなって分かんないんだけどさ、うん、本当の意味合いが、はい、うん、あなたは何でだと思う、班長は。うーん、透明品をさわざわざさ使う意義があるのかなと思ってさ。まあスケルトンが好きっていう答えのあそういうこと、ね、ニーズに応えてっていう話じゃないですか、ね、そういうことね。一昔前に流行ったじゃないですか、うん、やったこと流行ったね、ええ、流行ったというかやっぱね僕ね使ってると、はい、スケルトンはね、うん、それなりになんかいいんだよ。うん。わかります。うん。なんとなくね、不透明の、ソリッドカラーの容器と、スケルトンの容器と、使うと、機能的に便利なんだよね、うん。やっぱ中身が見えるって。そうですね。うん、うん。それとやっぱ質感なんだろうね、うん。そういう意味で言うとね。うん。だから、必ずしも、スケルトンの、Mac のスケルトンの流行りで、どうのこうのというのとは、またね、ちょっと意味合いが違うかなと思ってるわけ。うん。っていうのはさ、はい、試作やるときにさ、用意するものは、中身の、衣装でさ、衣装とかデザインでさ、はい、中身が見えると、接触する部分とかさ、収納する空きスペースとかさ、うんうんうん、空間がさ、認識できんじゃん。そうですね。うん、スケルトンだと、透明だとね。だから、透明と、あと黒と、両方でやるんだよね。うん、黒は傷、はい。で、意外とさ、化粧品なんかでもさ、黒がベースでさ、黒光沢ってのがあるじゃないですか。うん、ありますね。うん。だからなんとなくやっぱり、傷が目立っちゃうとか、汚れが目立っちゃうとか、結局、高級車でも黒じゃないですか。うん、で、あれ、ビカビカにしていかないとさ、やっぱりみっともないってのがあるじゃないですか。はい。だから傷がわかるのと、トランスレートの、止め。はい。うん。が二つでさ、プロとやるんだよね、結局ね。だから、その意味合いもあって、と全然別な意味で透明。透明のあれ多いよね、量がね、はい、結局ね。だから、そういう意味合いもあるんかなと、うん、で、傾向は、ある程度わかりました。はい、だから、突き詰めるのは、まあ、現行品の突き詰めるパターンと、あと9050で、よく言えば9028をちょこっと入れて、作業時間をコントロールして、で、変色、耐久力を上げる中で、透明品作っていくってパターンを、チャレンジで、
作業性の確立した方がいいのかなっていう気がしますね、うん、はい。でこれがある程度目処が立ったら、あのアルミ、はい、あ買ってきたあれがあるよね、もの、アルミと、あこれか、はい、これね、ニトリでさ売ってたからさ、うん、でアルミとあと木のやつ、木のヘラあったっけ、はい、うん、あこれか、木のヘラね、スプーンね、でこれ同じぐらいの大きさだよね、木のスプーンもね、大体そうですね、うん、深さも同じぐらい、うん、そうすると今度は材料の違いによって出来がどうかというふうに、はい、うん、思うんで、うん、まあ興味なければ別だけどさ、うん、違いが出るかね、うん、まあ出るんじゃないですかね、やっぱ熱伝導が違うんで、木とアルミじゃ、うん、普通とステンレスじゃ、うんうん、で明らかにこれアイスクリームを溶かしながら切るとかさ、うん、食べると書いてあるからさ、まあ、どっちかというと冷たい用のスプーンですよね、うんうん、そうそれはね、うん、だからこれはこれでどんな感じになるかなっていうさ興味あるんだよ、はい、うん、木はさこれコーティングしてあるから、うん、木のそのものの材料じゃないと思うけどさ、うん、吸い込みはちょっとさあるだろうけどさ、うん、どうなるかなと、はい、うん、ということで、使うのはまあステンレスだから、特にあれはないんだけど、ただ実験、うん、やるにはさ、はい、これをやってみると自分の知見がさ広がるからさ、うん、うん、当事者するとどう、誘導尋問やるわけじゃないけど興味ない、うん、やってみる価値があると思いますよあるだろう、つうことで楽しみにしてます。それと最後にこれいいですか。あ、いいですよ。一応これ、9050をハロゲンの。はいはいはい。ええ。あ、9050をハロゲンの元で硬化させたものですね。ハロゲンの、ハロゲンのライティング？はい。あ、いいじゃない？ライティングだけで固めた。あ、いいじゃん。なんかすげえ。なんで隠してるの？あ、いえ。まあ、ちょっと。結構仕上がりが良かったんで。あ、そう、これすげえ仕上がりいいじゃん。仕上がり悪かったら、うん、まあ、伏せようかなと思ったんですけど。ツルツル感もいいじゃん。かなりいいです。かなりいいじゃん。で、ハロゲンの。これもう一度言ってくれる？ハロゲンの熱電球ですね。あ、ハロゲンの熱電球ね。はい。はいはいはい。それの50度以上で硬化させたものです。うん、あ、50度以上で固めたやつね。はい。はい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 。50度以上っていうのは温度測定はやった？やりました。あ、やった？はい。どのくらいの温度？50度以上って。最高温度がまあでも80度まで結構上がっちゃったんですけども、結構上がっちゃったね、うん、まあ、大体50、60の間をキープするように、うん、で最後に出してくの、はい、うん、あ、これいいね、これツルツルじゃん、やっぱりツルツルです、うん、でなんかハロゲンの下で硬化させた場合結構硬化の速度が速くて、うん、あ、はいはいはい、6時間程度でもう今のような仕上がりにはなってましたね。 あ、この仕上がりね、もう表面がツルツル、はい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 。でもさ、ちょっと、これ温度かかりすぎなんだよ。多分そうですね。うん、やっぱ80度とかいっちゃってたところもあったんで。うん。温度かかりすぎだよってさ、言い切っちゃうけど、はい、対流が起こってんだよ。うん。こんな薄い中で。よーく見ると、そうなんですよね。うん、その、波形っていうか、うん、それが映ってるんですよね。うん、対流なんだよ。うん、うん、うん、こうさ、だから中で上下で、うんうん、渦巻いてる。流れてるってことですね。そう。それの対流のところの結果なんだよね。うん。だからそこのところをもう少しうまく調節すればもっといい仕上がりには。あ、そうだね。うん、だからステップキュアが必要なのかもしれないよ。うんうんうん、そういう意味では。うん。何度 C で何時間、うん、何度 C で何時間、うん、そういうステップキュアでフィニッシングやるっていうのが、意外とほら お料理でもさ、はい、お料理でも何度 C で何分、何度 C で何分っていうさ、うん、パターンがあるじゃん、うん、
そのパターンが必要なんかもしんないよ。うん、そうですね。うん、だからでもそこのところをうまく確立すればかなりいい仕上がり。あ、そうだね。もしかしたら今あの前に紹介した3種類よりも多分一番いい出来になるんじゃないかなっていう。あ、そうかね。ええ、で何それを最後に出してくる。はい、一応これ、うん、あの取っときな。成功するかどうかちょっとあれだったんで。ああ、不安な、ええ、だったので、まあそれが今日今朝見たらいい仕上がりになってたんで、うん、でハロゲンのライトっていうのは結局何ワット、あれが何ワットですか、ね、あ、そういうこと、125の、 あのでっかい電球ってこと。でっかい、そうですね。うんうん、あ、それね、はいはい、ちょっと見せて。はい、まあ、はい、見せちゃうんですけれども。あ、いいよいいよ。あ、これこれでかいもんな。大きすぎましたね。あ、これ温度がすごいよ。ええ、うん、これは125ワットじゃん。125ワットって書いてありますね。うんうんうん、ええ、うん、あ、これね、125ワットね、はい、はいはいはい、これだよ。うん、これでかいよ。うん、これよりもう少し小さいやつだったら、うん、結構調節もしやすかったかもしれない。そうだね。あ、小さいやつってないよ。うん、あ、125ワット、あ、まあ60はあるけどね、はいはい、でもあの60は何ワ、あ、でも温度が上がり方が小さいから、でもそれはあの温度設定と、お、あとはね、あ、僕はあの波長があると思うんだよ。波長で結局、うん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 、主催と効果剤の、はい、反応の高分子を揺するんだって。波長の長さとか、振動、うんうんうん、それで固まる時の分子運動をコントロールするんだって。ある程度。ハロゲンとか、うんうんうん、遠赤とか、そういうライトの波長でコントロールするとか影響を受けさせる作用が、はい、ライティングの 波長の長さにはあるんだという話は聞いたことあるよ。うん、で本当かどうかはちょっと分かんないけど、それで結局早めるっていう効果が、遠赤だとか赤外だとか、多分ハロゲンなんかの波長、はい、波長とか、まあ、波形は分かんないけど、いうにもある可能性はあるんじゃないかと思うよ。まあこれを固めた時に6時間ほどで今の仕上がりになったんで、うん、まあ、普通通常90、50だったら温度下でも1日はかけなければ、ああ、はいはいはい、これぐらいにはならなかったんですけど、だからそれがライティングと、うん、ライティングで、熱風循環式の、うん、乾燥炉との違いといえば違いに、はい、うん、温度だけじゃなくて出てくる可能性はゼロじゃないんだと思うよ。そう思います、うんうんうん、本当かどうかは分かんないけど、ね、うん、そうするとこれでやるっていうのもある程度いいのかなっていう気もするよね。うん、新たに実験内容に加える価値はありますね、ハロゲン化で、うん、そうだね、固める。だからハロゲンの、電球、はい、なんかの種類とか大きさ変えて、うん、トライアンドエラーするっていうのも、生産の、うん、ポイントになる可能性はあるよね、はい、うん、いいんじゃないですかね。でこれ送ってやるものは2つのうちどれかあるわけ。だからそれを半分に切って、これがね、これそのものを2つ送ってやればいいわけね。はいはいはい、2つと言わず1つ。あ、1つね、はい、じゃあそれ悪いけど解説さ、コメント書いて、はい、手書きでもいいからさ、はいはい、うん、切ってください。はい、はい、じゃあで次はこれがある程度何点かパターンが自分の中でできたら、今戻って話すけれど、そのアルミと木の何かのトライアルやるってパターンになる。はい、はい、じゃあそういうことでお疲れ様です。はい、お疲れ様です。でまた楽しみだね。そうですね、なんか楽しみな感じだね。こうやってね、とかなり期待持てますね。ハロゲンが自信持っていい。自信はありませんけど、ね、やっぱりそのね、波形が出ちゃうっていうのかな。うんうんうん、対流がね、対流、多分これ対流なんだよ。うん、うんうんうん、熱のかかり方とその、はい、硬化する加強するところの硬化する途中の対流なんだよ。うんうん、
そこをもう少し低減もしくは、ね、完全になくすことができれば、うんうん、それはあの熱伝導と、うん、あとやっぱりあのさっき言ったステップキュアの、はい、最初対流を起こさない状態のまんまで固めちゃえば対流起きないんだよ。つまりは低い温度で固めて、うん、でその後高い温度で加熱するっていう。なるほど。要するにハロゲンだけじゃなくて、あの温風かけた後にハロゲンとかそういうパターン。うん、それもあるし、ね、うん、うん、それもあるし、温度がいいから対流が起きるから、うん、あのこの抵抗感がなくつるっと固まるんだよ。うん、うん、だけど最終的に対流が起きるとこういう見栄えの、うん、この筋が上から見るとこうできちゃうから、うん、あそれのバランス、うん、起こさないで固めて、こういう状態に持っていくっていうところの、うん、そのポイントをがどれかっていうのが決め手を探るっていうのが、うん、つかみ方、うんうん、の具体例なんだよ。と思うよ。はい。大変だね。そうですね。まあ、でも、それはそれで面白いね。ですね。うん。まあ、こんだけいいもんができるとね。うん。それはそれで、バレたら、うん、やる価値ないですけど、うん、いいもんができちゃってるんでね。うん。うん。それはいいと思うよ。はい。うん。一応、これで以上ですね。はい。わかりました。はい、じゃあまたやってください。はい。はい。よいしょ。OK。